こんにちはケロッピー前田ですケロッピー前田のクレイジーチャンネルからですね今日はバースト公開会議配信したいと思います早速ですが隣に元バースト編集長作家のピスケンはいピスケンこと曽根健ですよろしくはいでその隣が主体写真家の吊崎雄太吊崎ですよろしくお願いいたしますはいまあこのですねバースト 公開会議なんですけれども、えー、バーストジェネレーションという形で、えー、3年前にあのバーストを復刊したんですが、えーまあ、そのプレゼンツということで、えーまあ、90年代から2000年代、えー、0年代にかけて、えー、当時、最も過激なストリートカルチャー史と言われた、まあ、バーストのですね、 こう活動を改めてまああの位置づけようまた僕らとして当事者としてその時代を振り返ろうというような番組になっておりますでえっ、ー、と今日ですねえっ、ー、とこの配信番組は朝かい朝がやの田端さんから 放送させていただいてまして、今日ちょっとあの無観客ということなんですけれども、また次回以降、ですね観客入れて大丈夫になりましたら、こちらのお店の方に来ていただければ、あの観覧もできますので、こちらのバースト公開会議はですね毎月放送しておりまして、 無料配信、あとアーカイブも残しておりますので、もし見逃した方がいたら、えー、そちらの方でも、えー、見れますので,で、あと番組面白かったら、えー、こちらのチャンネル、えーえーと、チャンネル登録、あといいねなど、えー、お願いしたいと思います。はいじゃあ、えーと、早速ですけど、ちょっとまず乾杯しましょうか。すいませんね、前置きが長くてね。じゃあ、ピスケンがちょっと今日は元気みたいだから。 乾杯の合図合図合図。ええ、これ一応。マイクマイク。ノンアルコールビールって言った方がいいんですよね。そうです。はい、それでは乾杯。美味しい。美味しいんだよね。なんか最初美味しいんだけどさ。ノンアルコトールビールって、やにお腹にたまるよね。 なんだろうねだやっぱ成分が違うからさ <laughs> <laughs>、うん、当然だけど <laughs>、うん、まあでもカロリーもあって健康飲料としてノンアルビールを飲む人もいますよねでもなんか逆に太るような気するけどねなんかパンパンパンお腹がパンパンになっちゃうね、うん、ノンアルコールビール飲むとね、うん、はいでえっと早速ですねえまあちょっとえ今日はえーテーマが決まってるのでえちょっとこれを見せましょうかねえっとえー 今回から、えーとですね、90年代サブカル講座ということで、ちょっと寄ったりできたりするのかな、カメラ。えー、90年代サブカル講座ということで、えー、今回はバローズを特集して、まあ、これ一応予定ですけども、毎月この放送やりますので、以降、ヤコペッティとか渋沢達彦とか、 あと写真時代とか、あと危ない事故、き、まあ、今日もその話はちょっとするんですけど、えー、まああの5回ぐらいに分けて、90年代サブカルをバーストの視点でちょっと振り返ってみようかなと思ってます。で今日は第1回目ということで、バローズなんですけど、えー、とまあちょっとポイントだけ言って、あのみんなとこう話しながら進めていきたいと思います。 えとまあ、一応今日のポイントとしては、えー、これはあのちょっと説明で書いてたのと一緒なんですけど、まあ、ウィリアム・バローズって誰っていう話で言うと「えー、裸のランチ」っていう作品がすごく有名な人で、まあ、カットアップって言われるまあコラージュの技法を小説に導入したので、まあ、あの裸のランチを読んでも よくわからないっていうふうに言う人も多いかもしれないんですが、まあ後で説明しますけどあの92年にクローネンバーグが映画にしたりもしているのであの、まあ、バローズをどうやって理解するかっていうのは、まあ、いろんな方法があるかなと思いますただじゃあどんな人なのっていうと、まあ、バーストとの関係でいうと、まあ、ジャンキー作家のセまあ本当にあの、えー、ドラッグまみれの人だったんですけども。 でも逆にあの70年代後半にあ、まあ、半ば以降かですけれども、えー、ニューヨークでニューヨークパンクの、えー、創世期の時期に、えー、ニューヨークにいたので、まあ、ある種パンクのアイコンになった部分もあります。 まあそのパンクって何かって話も結構この配信番組のテーマになってるのでそこら辺もちょっとねあの普通日本でパンクっていうとロンドンセックスピストルズに始まるロンドンパンクのイメージの人が多いと思うんですけどそれ以前にニューヨークパンクっていうのがありまして、まあ、その話もちょっとしたいと思います。あととちょっとこれは もうちょっと未来につながる話で、まあ、サイバーパンクっていうのも言葉としては古いかもしれませんが、まあ、そのサイバーパンクや近未来映画みたいなのも、えー、その始まりはバローズに関係ありますよというような感じでちょっとみんなで話していこうかなと思うんですけどもエピスケンはちょっとバローズのイメージってどんな感じなのもちろん <coughs> ジャンキー作家っていうかねでも何しろ俺たちの世代 えー、俺,が19俺と前田君は1964年、まあ、彼は5年か、生まれついさんは俺たちの2個下だけど俺たちの、まあ、なんつうか、20代に、えー、ビ,ートビートジェネレーションというのは絶対必須の絶対読まなきゃいけないもんでビー,トの中ビートのいわゆる有名作家はまずケルアック、路上だよね。 これはね、ちょっとここに用意したい、うん、えとケルワック、はい、あい,い,よいいよ、どんどんんケルワックとあとギンズバーグ詩<ん>人のギンズバーグそしてバローズなんだよえっとねえー、ちょっとみんな年齢が少し違うんだよね、うんえー、ビート・ジェネレーションっていうのがあって、えー、今ピスケンが言ってくれたけど、まあ、バローズは1914年に生まれるけど、えー、ジャック・ケルワックっていう人は1922年生まれで。 路上っていうのがね有名で1957年出したやつでアレン・ギーズバーグも、えー、作家で、えー、特にあの刺しゅうで吠えるっていうね1955年に出たやつが有名でまあ最初はビートジェネレーションで出てくるんだよねそうそうビートジェネレーションってさアメリカはもちろんだけどやっぱヨーロッパにもあのー、やっぱかなり影響いったんだよねだってさビートルズのビートっていうのは ビーートジェネレーションがいいたっていう話もあるからなんかね後ではもうちょっとここも継ぎ足すけどさビートホテルパリにさビートホテルって言ってバローズがフランスにいた時期にあのパリにすごい安いホテルがあってうん、うん、そこに。 ホテルなんだけでそ,そこがあのビートホテルって呼ばれるようになってだからヨーロッパのビートの基地は実はパリにあったっていうね、うん、で、うんうん、実際さあの、えー、バローズの一番有名なさっき言った「裸のランチも」も、えー、フランスの出版社から最初出版されてて英語なんだけど。 あのイングリッシュだけどあのフランスの出版社から出ててそれはパリにいた時期だったからなんだよねなんだかもう当時だから、えっと、ビートの前の誰だっけ有名な作家やっぱパリからパリでいてパリで出版されてまたクイズクイズ始まった知ってる作家の話でいい展開すればいいじゃないかごめんごめんごめん,んごめんもうなし釣崎さんは どうどうアーサーミラーだだいぶ前にもえいい,の、ままあまあ、いいやちょ,ちょっと待ってあー辻崎さんはバローズに関しての印象はどうなんですか、まあ、あ,のあれですよね勉強してなくにはなっていうことではだの,のランチ、まあ、頑張って格闘してみたりするんですけど、まあ、全くわからないということでしたよね まあ、クロネンバーグの92年の作品ですか「裸<あ>のランチ」あ,あ,あれも見たんですけどあれはでもさ裸のランチと違って、うん、バローズの結局いい、えー。 ね、あの生き方っていうかをあれしたんんだもんねクローネンバーグの解釈がだフィルターがだいぶかかってるんで、まああのー、それでもね比較してもねやっぱりわからないみたいな本当にただあれさ自伝的になってる部分もあるじゃないですかです、ねまあ、だから本当にあのバローズを高齢したよみたいな形でえあの、うん、演じてもいるし作られてますよね大体、うんうん、俺たちの世代さ裸のランチ必ず家にあったけど大体、うん、みんな2ページぐらいしか読んでないんだよね。 大変ですね。あれ翻訳とかも大変だったんでしょうけどね。あ、それでさ、あれってバローズがあのー、タイマーをガンガン吸って書いてんだよね。あのー、元々あの人はあのー、ヘロインヘロインヘロイン,ヘロイン中毒だから、そっからなんとか頑張って、うん、一応草であのー、なんつうの。 柔らげていったわけなんだけど、モロッコのさタンジルにいたときに結構書いてて、うん、であそこはあのマリファナがすごく簡単に手に入ったっていう、<laughs> はいはい。じゃシラフで書いてないわけよ。まあ、北アフリカはねあの国営工場があるくらいですからねガンジャの、うん、あの発生しか、であともうあれですね自分なりにこう親近感を持ったすれば。 あのウィリアム・テルゴッコで奥さんをあの誤ってあの銃殺しちゃった後、うんうん、あの国外逃亡しますよねでコロンビアに行ってあのアヤバスカを探しに行くという、うん、あの50年代の前半ですよねあれそれの話がこれだよね、うん、あ持ってこなかったっけあの麻薬書館っていうそうですね、はい、あれだよね、はい が出たんねコロンビアつながりでその辺はすごい親近感あやわすか経験したことあるのはないうのはあるんですけどあやわすかと全然違うもんですけど。ど年去年石丸さんたちがあやわして経験したとか言ってトカナの企画でねすげえなとか思ったけどみんなゲロ入って大変だからあやわすかあの時点までは別に脱法だったっていう。 脱法ドラッグだったっていうね今はダメみたいですけどねあ今ダメなんだあれでも扱いがやっぱほら難しいっていうきついきついからねあのオートをねしちゃうんですよねまだヘロインもねバローズは慣れてるからオートとかもコントロールしながらってことにできたんでしょうけどだからあれなんかお好みの刺繍とか資料持ってきてくれたんだっけ じゃあ一応ちょっっとそれも持ってーにもちょっとあのノンアルをいっぱいでやっぱりパンク、今言ってるようにパンクっていうのはニューヨークパンクから始まったわけだからで彼らはやっぱりビート・ジェネレーションのそのあれだよね、特にパティ・スミスとかはさもろそういう感じだしイン,テリインテリだったんだよね、ニューヨークパンクってある程度は。 あとほらアンディ・ー・オーホールのさファクトリーがまずあってあそうだねファクトリーがあるかそこからこうなんか派生した部分もあるからさあじゃあちょっと通ジ来たんでもう一回乾杯しようかはいノンアルコールだからあー通ちゃんどうもお久しぶりはい乾杯乾杯今日でも後で刺繍持ってきた 1> なんか1個読んでねじゃあ大丈夫ですかであの何<が>著作権的なものとか大丈夫ああじゃあひっくり返して読めばいいんじゃないバローズ的に <laughs> なるほどバローズ的にカットアップ <laughs> カットアップすれば大丈夫だよ読んだって <laughs> まあ大丈夫ですか <laughs> 大丈夫だ、ね、よあそうそうでねえっ、ー、とあともう一つやっぱさその あのちょっと多分入り口として分かりやすいのはその、えー、クローネンバーグの映画でほら釣崎さんあんまりよく分かんないって言ってたじゃないですか、うんまあ、そうですねたださ僕個人はクローネンバーグの他の映画も好きだし他の映画は僕も好きなんですけどねで,でも分からなさで言ったらさビデオドロームだって分かんない部分があるんゃ、うん、ビデオドロームもね分かんないじゃない分かんないですね、うん、だからそれからすると <laughs> あの分からないことにはあまり困ってないっていうか ビデオドラムはまだなんか印象的な,なんかこうあのイメージというのがあるんですけどああ裸のランチは、ね、なんかあんまり刺さらないいんですよねどういうわけか僕の感想をちょっと言いたかったんだけどあのクローネンバーグの映画を見て僕としてすごくバローズの理解に助かったのはそのモロッコのタンジールのさ、うん、ところが一番ピンときてなかったんだよね前ね。 だけどそれをなんかあの映画ではモロッコのタンジールのシーンが多いじゃないですか。え映像化にちゃんとしてますからね。ポール・ルボズも出てくるの、えー、あ映画のほ、ね、あは出てこないねはっきりとは出てこないねどっちかというとあの裸のランチに出てくるその謎の人物って言ったらいいのかな、まあ、人たちが出てくる感じになってる、ね。れ俺たちの年で 年代世代でビートを知らないってなるとちょっとね話できなくなっちゃうからねたださなんかちょっと今日ここで、うん、あのもうちょっとちゃんと話したいのはさバローズはじゃあビートなのかって確かにビートなんだけど、うん、ただビートの他の人たちは後のさ、うん、ヒッピーカルチャーの思想的な源泉になったの一部になったわけじゃないですか。なんだけどあのバローズが面白い のはまあ、それを今日特に話したかったことだけどさっきから話しているようにその奥さんをさうん、うん、ビートの一人としてこう出てきたわけだけど、うん、でもどっちかっていうとさ大して有名な作品もなく、うん、なんとなくビート3人組のドン・キツみたいな感じでいてうん、うん、そのドラッグばっかやっててで奥さんを撃ち殺しちゃってうん、うん、でそれが1952年なんだけどでアメリカにいらなくなって最初南米に逃げてさらに。 あのモロッコのタンジールに逃げて、うん、でさらに今度ヨーロッパでさっき言ってたフランスのパリのビートホテルとかに逃げて、うん、でこうその後さらにロンドンに行くんだけど、うん、74年にニューヨークに戻ってくるわけよ。うんうん、それはやっぱ20年以上経ってやっとほらほとぼりが冷めて、まあ、奥さん殺したのは一応事故だっていうことに。うん なってたけどただやっぱりその結構警察とか裁判のことが揉めてたからずっと国外にいたわけだけどそういう74年にニューヨークに戻ってき,てきた時に、えー、そのバローズの最初はなんか大学の先生をやるんだけどすぐやんなってやめちゃってでバローズゲイだから、うん、でバローズのパートナー兼お世話をするそのまあち,ょちょっと年下の若者みたいなのが。 えー、実は本屋さんもやってたけど、えー、イベントのオーガナイザーでそれでバンドのライブとかを仕切ってた人だったんですよ。でその人があのバローズにあの「ライブに出たら要するに詩の朗読詩っていうか,、まあ、かあの著書の朗読をライブでやれば」って言ってそれでそのバンドとかとのライブになぜか混ざって。 バローズがあの著書の朗読をするっていうことが始まってっていう話があるんですよね、うん、そうそうそれでさ当時あとブコースキーの小説読むとブコースキーも大学に呼ばれて詩の朗読行くんだけどその時バローズも呼ばれてたらしくてあのブコースキーがなぜかねすごいバローズに対してはなんていうのかな怖がってんだよね。うん、あのすごい崇拝してる っていうぐらいに何かちょっと近寄れないみたいな感じで、うん、へえブコースキーがねって思ったんだけどだからそれだけ何か超然としててるんだよななあの人ってなそう<み>っあと何かほら奥さんを撃ち殺したっていうことを一つのネタにしてて何か重機をいっぱい集めてたりとかさだなんかちょっとさなんかそのビートジェネレーション最初のビート のとジェネレーションの人たちが例えばいわゆるヒッピーカルチャーのなんかどっちかというとラブピースみたいなものにさつながっていったんだとしたらさその奥さんを持ち殺しちゃったバローズはあのさっきのそれこそタンジールに行ったりとか。 モロッコとかいろいろ行って戻ってきたときにはなんかもうちょっと殺伐としたやばいやばい人になってた部分もあるんでもともとねあの重機とかにはあの、ね、あの幼い頃から親しんでいてああでなんかそのアウトドア的なその趣味とか思考とかがあってうん、うん、でハンティングとかもよくやってたっていうねああことがあるのでだからその下なんか ジェネレーションが違う,違うそういういヒッピースライドとか、うんね、あのビートの将棋の人々とかっていうのとは<ー>育ちが全然違うっていうねああのさ本,本物のジャンキーであったってこととやっぱ人殺してるっていうことこれはさやっぱりちょっと普通の人じゃないわけじゃんもうなんかアクセルを本当に普通に踏んじゃって普通はどっかで止まって。 だってビー,トだビートのやつらだってそれはいろいろ無茶はやったけどさそういう人殺したりさ、うん、あの本当にヘロイン中毒になったりはしてないわけで、うん、それで原稿まで書くっていう人だから、うん、やっぱなんかあるよねあのちょっと挑戦としちゃうのはわかる。 あとさなんかほら日本だとピンとこないかもしれないけど向こうってほら別に拳銃の所持とかっていいわけじゃん、うん、だから薬やって決まって何やるかって言った時に銃ぶっ放すみたいなの好きな人はさうん、うん、結構いるいいますいません、うん、だハンター・トンプソンとかもさ銃1曲集めてて薬やると、うん、あの実弾打ちまくってみたいなさ話があるじゃないまあ結局、自殺しちゃったりしてるけどいや結局さそのビートの、うん。 ケルアックの路上とかはやっぱりその後々ヒッピーとかそういうものにあの影響を与えたしあとギンズバーグのしはもちろんそうだよねでもやっぱあれはヒッピーであってさバローズってやっぱその後のパンクっていうものに一番影響を与えたっていうようなイメージがあるどっちもビートの中でもちょっと違うんだよねバローズは。 うん、だから、そ,うそ,うそれをなんかちゃんとここで言っとく必要があるなって思うし、うん、でもう1つは、まあ、これ、ほらもうちょっと前どっかで放送でも喋っちゃったかもしれないけどだから要するに90年代カルチャー、うんまあ、あと最近また世間であの取り沙汰されている鬼畜悪趣味カルチャー運動の話をした時にも。 あのそのまあね日本におけるその始まりの一つと言われるほらこの「危ない1号の」の、えー、前書きに、えー、書かれてるその青,山、ま、青山尾崎さんが書いてあるこのさ「この,この世に真実などないだから何をやっても許される」史上初のカルトグルハサン・イン・サバーの言葉ってこう最初に引用してあるわけだけどこれは実はバローズがのあの 著書からの、まま、孫引きになっててだからそういう意味でもあのバローズがなんかい至るところにあのあこんなところにもバローズいたんだみたいな部分があるわけでね当然だからほらまあその基地隠マカルチャーの話した時もさなんかちょっとほら最近の文脈だとちょっと悪質ないじめとつながっちゃって少し変な話になってたような気もするけどどっちかっていうとこれなんか。 ドラッグ特殊になってたりするしね。だからやっぱりその鬼畜こう日本の90年代鬼畜カルチャーというのはこの危ない一号だわけだけどその関東圏で何やったっていいんだっていうことを言ってんだよねそれでその後みんな勘違いしちゃった人たちが何やったって言ったってさいじめとか差別はやっぱりだめなんだからそれが結局 いいろろ今になっっててて出きちゃゃんじのだってバーストの中で絶対差別とかかなったよバーストは差別とは無縁でしたね完全にだからそこで言ってるほら何をやってもいいっていうのはさ表現っていう前提で言えばもっと表現の自由だしまああのんかあれですよねポストモダンの基本的な考え方じゃないですか客観的な真実なんてどこにもないっていうものの考え方からもののその 絶対的な真実とかそういうものをなくぜああも物と物との関係性であったりああ構造それこそ構造主義ですよねああ、まあ、そういうものからを規定にして物を考えるということになるとでもああそ,そこから発生してくるものはいやおうなくやはりあの差別の問題とかあのいじめの問題にしたってえそれを、ね、許容するあのことはあの必然的になってくるわけですよ。 僕はそう思いいいますすよ。ででも社会がそれは許さななじゃないですか。だかだらアーティストは何やったっていいよ。ええ、それで例えばバースでねそのーアーティストがすごいこう何差別的なことを言ったりさ、うん、それはいいさでも編集者はそこを抑えなきゃいけないんだよはい、はい、だから美術展においてもキュレーターが抑えるなきゃいけないんだよ、うん、アーティストは何やったっていいよ、うん、でもそれはさ、あのー、何やったっていいって言ったってそれはキュレーター あの編集者がいれば、そこは抑えるよね。そうね。うん、まあキュレーターの存在は絶対的にそ、そういう部分では必要になってきますね。うん、で、ちゃんとその作品を社会化していくとか。アウトプットをちゃんと仕立て上げて、うん、えっと社会に、あの。何の問題もない問題定義として、提示していくてい。だから今回の小山田問題は、完璧にロッキーオンジャパンの編集長の山崎が。あの。 全責任を本来ううべきなんだよ、うん、まあそうですねで,で大したなんかあれ出てねえんだろあいつもともとクソ野郎だからさ <laughs> <laughs> 1> 俺一回なんか雑誌であいつの膝バットで全部あ 2, 2日本とも5年以内にぐしゃぐしゃにしてやるとか酔っ払って言っちゃったけど <laughs> 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 じゃ個人的な恨みもあるわけねいや別になんかあいつあいつだってあれだろうなんか小山田のやつの時でもなんか アーティストとさなんかダチみたいな感じでしゃべってるんだよな、ね、編,<ー>編集者がさうん、うん、で金もらってんだからねあいつらあの必ず六期四に出るにはアーティスト側がお金出さなきゃいけないんだからさあれそうでしたっけそうだよあ<ー>まあそういうのはほらその出版社の会社のやり方だからさ、うん 俺ロッキンオンジャパンではないですけどロッキンオン社のバズっていう雑誌で連載やってたこともありますけどあああそういう時代だったんだなっていうねだから俺とか鶴見渡るとかがあ<ー>あの連載やってましたけどね、バズ<ー>の中ではで、まあ、なんかそういうロッキンオン社自体に、まあまあ、要するに渋谷系みたいな雰囲気で押し出そうとしてたんじゃないですかその頃会社として。 なんか映画の雑誌もあったよね、大盤の。あ,かありましたっ,けあったよ、ロッキーン社お。まあ、でも、ほらこう、ね、例えばこれ、スタジオボイスだけどさ、だからこういうふうにくくられてた90年代カルチャー特集だけどね、ピース系が出てることだよ、これ。でも、小山田っていうのがまさか、鬼畜系が好きっていうのは、俺、知らんかったよ。いや、そうでもないんじゃないですか。でももななんかあのグロなもの。 あ、そうなんですか。大写あ大好きなんです。おざけんとは向こうあるはるために、なんかわざわざ鬼畜げに寄せてったっていう話は。うん、なのかしら、うん、まあ、ちょっとほら、そこは、あのもっとそっちの専門の人たちが。まの、まもともやってますからね。僕らは、僕らは別にそこに入っていくわけじゃなくて、ただ、その。世間で、こう、うっすら、うっすらというかね。うん あの扱われてしまった90年代カルチャーを、まあ、ちょっとバーストの立場からもう一回ちょっと今あこれそういうふうにほらまとめられたりしててでまあバーストも出て,る出てるけど紫、まあ、あ百郎さんとかも出てるしまあだから90年代のカルチャーを、まあ、どういうふうにあのくくるかって言った時に、まあ、こういうくくられ方もしてたわけだよねっていう。 話ね、まあ別にこれあのこの一冊が鬼畜悪趣味特集をしてたわけじゃなくていろんな現象があったわけで90年代も10年あってまあそれがこういう感じでまとめられたていやもうはっきり言ってねあの90年代撮っててわれわれは知りませんよなんて言ってるやつらにしてもあのもうはっきり言ってそっちに寄せて、まあ、特集なんか組んだりあのやってましたよねあだから流行ってたからね、うん、スパで鬼畜系の特集やってみたり。 スタジオボイスも今やってるっていうクイックジャパンとかもねあの全然もっと違うイメージですよって言いながら中身はひどいもんでしたよまあまあだからちょっとそれもだから一応世間話なんでそこも話しておくとまあちょっとだからそのねこの前ほら吉田剛さんとまあロマン・ユ子コさんのねまあこの本とかもそのまあこれは日本の90年代カルチャーについて話してるわけだけどあのまあねその 今のその問題は、そのロマンさんがの本でも話してたことで、ねいや。鬼畜系をねこ、こういうことでね、あの、なていうかな、怪我したり、えっと、なていうかな。えっと、ちょっと誤解をさせ、させてしまうようでは、僕らは困るわけですよ。うん、今でも鬼畜系って僕は名乗ってるから。<laughs> ああいやださん帰畜系だったんだよ僕は鬼畜系ですあそうなんだ何なんそれこれ帰畜帰畜ではないです僕鬼畜じゃないです僕全然人をいじめたこともないしあの人殺しうになったことはありますけどでもね俺ねみんその帰畜系より先に鬼畜って言われてたんだよ。 エロ本の時に。まあ、そこまで戻らなくていい<ー>。鬼畜系じゃない、鬼畜って言われた。んです鬼畜って言われてたの。<laughs> 鬼畜系と鬼畜系。編集部で。編集部で。<laughs> でも、別に、あの、いじめてたわけじゃないんでしょそうそう、女の子、みんな本番やって、やっちゃってたから。うん<あ>、あの、スチールで。で、みんなに鬼畜、鬼畜って言われてたんだよ、ね。でもう、反差別ですよ。もう、人間一対一の、もう、あの、あのね、関係性の中で。もう、本気で、こう、対峙してやってるわけですから。ね、それで、女の子に。 入れていいって聞くってちゃんと聞くんだからいきなり入れちゃったらえらいことだからちゃんと聞いていいって言うからやってたんだけどそれを鬼畜と言われて今それ通用しないけどねあと必ず口虫発射してたからさ顔にガ射じゃなくて必ず口の中に出してたからそういうのもなんかちょっとのちくと呼ばれてましたよああいうやったぐらいでね鬼畜って言われちゃっていやいやでも だから鬼畜系なんて出た時にな,なんじゃそりゃとか思ってましたよ <laughs> <laughs> これドカタ上がりの編集者からするとですね <laughs> 何がインテリがそんな鬼畜だよみたいな感じで思ってました <laughs> はい。まあとにかくでもほら出版業界がまあすごい勢いが、ね、あった時期だから、うん、90年代っていうのは、うん とかあと、まあ、やっぱりこれも今の若い人とかは全然ピンとこないかもしれないけどネットがねこんだけ広まっちゃうとさでもネットがなかった時ってどうやって情報を得てたのかって言ったらほとんどさ雑誌が重要な役割を果たしてたわけじゃないですか。でまあその今今日は、まあ、バーローズがテーマだけどそのバーローズの,、まああのね、真実などはない何をしても許されるっていうんかあのがかあ まあうっすらと影響して90年代の日本で特にエロエロにさ、うん、エロの現場にそれがすごいあったと思うんだよね。ものすごいこれ,それ日本的な現象でした。うん、だよね。はい、あの,あのビデオと雑誌が90年代から突然すっごい過激になっていったわけじゃない。 うんうん、であれはさもう一つあれがあるじゃない要するにだからやっぱり日本はエロの規制がされてて、うん、で海外はさもうポロの解禁が達成されたのに日本はなかなかそれが達成されなくてでそこでの何かこうせめぎ合いがあってその内容は完全に問わないという前提で動いてましたからねあとそこになんかほらあのそ,それもこのシリーズでああ別の機会に詳しくやりたいけど 要するに日本ではエロ本がカルチャーのゆりかごになってた部分があるわけじゃないですかだからバクシーシさんがさ全裸のランチだから裸のランチにさそそそうそうれ言わない全裸のランチっていうのをやってそれ,、うん、それは包茎手術した皮をあの焼肉にしてる焼肉にして女優に食わせるっていうねカニ,カニバイリズムまでやってたんだからね、うん、あれ現場僕いてスル撮ってる、ね、俺あの子のと <laughs> 女の子と前日絡んでんだから <laughs> ん絡んでて<ん>明日そういうことするのって言ってたもんさすがだなと思っててまあまあだからそういう時代があったわけだよねあのことやっちゃったのそれは俺うんまあいやいやいや思い出した <laughs>、うん、いい思い出がいっぱいあるねそうだね <laughs> なんか俺爆心<人>さんのね問題作のモデル全部絡んでんだよね あの辺で回るんですよね。ボディコンもう何でもできるって女って貴重だから、それでそこそこ仕事もできてルックスも整ってるのって本当に貴重なんで、シネマジックとか V.N.D. アルプランニングとかそういうのぐるぐる回るんですよ。ボディコン労働社会系女の子ね。ああ、石原。そう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 。あのあのあの人もね。あの子ちょっとね、ぶっ飛んじゃってさ、自分がちょっとカルチャーさみたいになっちゃったんだよね。俺になんか指示出してたりしてたもん。 <laughs> えこいつなんだよ <laughs> いや,なんかや,やっぱり黒木薫になりたいと思った AV 女優もいたかもしれない。やっぱみんなね、あの脱ぎのモデルの中でもやっぱあの頃のろってさ、女の子、やっぱり渋ぶさ読んでたり、馬太ユ読んでたり、なんかちょっとこう意識高い女の子たちが結構多かったよね、脱ぎの子では。 そうそうまあ、でね少しバローズに戻すとでさっき言ったその、えー、青山さんが「危ない1号」の創刊号の冒頭で使ってる「えー、真実などはない何をしても許される」っていうのの英文をねここに載せてるんだけど英語で言うと「Nothing is true everything is permitted」って言うんだけどこれは実は世界的にもすごくよく引用されていてだ,だからバローズの、えー、思想っていうかまあ まあすごい複雑なしあるんだけど、ね、深く入ればいろいろあるけど、まあ、とりあえずバローズの,あのやったことっていうかバローズのなんか考えを一言で言うと何みたいに言うとあの海外ではもうこれが英文としてもこの言葉があのよく使われてるわけ。あとバローズについてはさ、うん、中島のもンがかなり書いてたよね。 あだから影響されてると思う、うん、あのすごくたくさんの人たちが、うん、要するに「裸のランチ」を読んで作品に感動したというよりは「この裸のランチ」見てあこれなことやっちゃっていいんだみたいなさあこれなら俺もできるとかみたいなさだ,、ね、だから、うん、あのここで書いたように「そのジャンキー作家の先クって書いたのは要するにほらラリったまんまで書いた文章なんてわけわかんないわけじゃないですか。 でそれどうやって本にしたらいいのかって言ったらあの切り貼りすればいいっていうああじゃあできるかもみたいなね90年代は本当に日本でもドラッグがガンガン入ってきたころでああ、えー、作家たちもあのシャブ決めて書いてる人とかもいましてですねああ、うん、それでもう句読点がねああ丸がどこまでも来ないわけですよああシャブ原稿っていうのは。ああずーっとって 点でいつ丸が来るのみたいなね、うん、そういう人もいました僕の間近に。とにかくそういうあの、うん、ドラッグがすごい編集者にも作家たちにも入ってきたから、うん、バローズっていうのはやっぱりそのねゴッドファーザーみたいな感じで青、うんうん、山さんもそ青山さん自体もジャンキーだったから、うん、だよねジャンキーだから青山さんが死んだ時に「うん あのジャンキーの人たちがすごい悲しいん,だんだよね、うん、ドラッグ好きの人たちがうん、うん、あ結局自殺しちゃうんだみたいなねああまあ同じそれは僕も結局なんていうかな真実は何もなくて何をやっても許されるっていう言葉をなあのなんていうか表面的に捉えるのは結構なんですけど僕なんか普通にそれあのどういうことかということを観念的にこう考えてみたら ものすごくこう思想の砂漠が広がってて、うん、あのすごい恐ろしい気分になります。うん。で、ねドラッグやってるうちはさ、そういう中でもさ、まあどうでもいいやみたいなふうに思われても、不都合やっぱり襲ってくる恐怖みたいなものがあのあるんですよね。だからよくそういうものを表面的に受け入れて、あのな何をやっても許されるということで長いもうそういうあの 悪の限りを尽くしたりとかさ、鬼畜なことへの抵抗感をなくしていくなんていうことは、あの恐ろしいことだなと思うし、それは結局は、青山さんのようなその自殺とかね、そういう結末を迎えるとか、あのー、なんかもう悲惨な百郎さんのね、自、う、殺、んうん、悲惨な最後を殺されて、あのー、死んでいくような。 まあ、そういう最後やっぱり自分なんかも,でもなんか結構イメージとしては持たざるをえないですけどね、うん、90年代、やっぱりその作家と編集者がドラッグでかなり実はバーストで自殺者が多かったし多かったねやっぱ俺、今日読むけど三沢千年さんなんかももろそうだよね。あの 非合法ではなのドラッグはやらなかったけどあの時一番流行ってたリタリン王の中毒になっちゃってで最終的には自殺してしまったっていうさなんか90年代何でもありっていうけどかなり、えー、なんかね錯乱して飛んだりとかさそういうのもよくあったことだしなんかあの時代いちいち言ってるとかなり悲惨なことが多かった気がする。 うまあ、だから、でもねそのほらもしバローズもどっかで自殺しちゃってたら、うんうん、みんなが,ああが、ああがっかりみたいなさ、ね、感じだったかもしれないんだけど、まあ、ちょっとここに少し念貢があるんですけど長生きしてもんねそうなんだで、ね、さっき言ったけどほらあの僕が、えー、クローネバーグの映画でやっぱモロッコのタンジールの話がやっと分かったっていうのはあともう1つは歴史的に言うと、ね、さっき最初にビートのね あの3人組の話をしたけどあのブライオン・ガイシンっていう人と出会ってるんでねでブライオン・ガイシンっていう人がまあ本業は画家だけどでも意外とその音,音,音,響音響実験もやったり小説も書いたりもしてたりするような人で,であのこの人が、えー、バローズに、えー、小説は絵画に比べて50年遅れているで絵画でだともうコラージュっていうのがありで。 要するに抽象絵画とかね、えー、なのにあの小説は文章表現は遅れてるっていう言ってそれであの文章でカットアップコラージュをね え積極的にやることを勧めたみたいな部分があってただ結局バローズはブライオン・外心と出会ったことでカットアップっていう技法を作り出すしあのタンジルにいた時に出会ってるんだけど実際に外心と仲良くなるのはフランスに移ってえーとビートホテルに移ってからでえーとビートホテルに移るのがえとあえっとね パリに57年からいてビートホテルはね正確に59年からなんだけどそれで64年までビートホテルっていうのがあるんだけどそこまでが一応ビートジェネレーションの時代って言われてるだからビートジェネレーションは64年までっていう言われてるのビートホテルが64年までだったんだけどそ,うでその後にあとにニューヨークに戻ってくるのが74年でっていうもうひと山こう来るみたいなね。 あとさパンクのパンクのアートってさコラージュなんだよねやっぱ一番顕著なのはそそそうそうそう、うん。だからピストズなんかのあのアート表現あのアートディレクターなんかのやつってコラージュでしょでそれってやっぱりバローズのカットアップのあたりから来てるしジョン・レノンもあのホワイトアルバムの中であの ナン,バーナ,インナンバーナインっていうなんていうやつだっけあれナンバーナインだっけあれは音楽的コラージュじゃないあれ見事だと思うんだけど俺でそういうのがみんな発してたよねまあ本当はねもう一人あのフランスの思想家でギードボールっていう人がいて、うん、まあこれちょっとまた別の回で詳しくやりたいと思ってるんですけどだからギードボールもそのコラージュみたいなこと言ってたし、うん、まあギードボールが特に大きいのは著作権。 あの著作権の放棄と侵害をあの積極的に推し進めろって言った意味であのもうちょっと直接的なパンクの源泉と言われてるなぜならえとあのセックス・ピストルズを見出したマルコン・マクラーレンがもともとそのギー・デ・ボールの信奉者で,でギー・デ・ボールっていうのは1968年のフランスのパリ革命の時のなんか思想的な。 拝見になったみたいな人なんだけど、まあ、ちょっとその人のことはまた詳しく別の回にやるんだけどまあそうだからバローズのコラージュがあの影響したのは事実だねあとヒップホップにもそれは当然言ってんじゃないのかな影響は実はねのそのカットアップというかサンプリングカルチャーとかそうそうそうあまあそれはねもう本当に音楽の話であのまさにその通り。 だよね、あ,あのさ、はい、バーストさってさなあの自然にカットアップ的になってたよなんか俺ね初期の頃はさ手書き原稿だったじゃんであ原稿用紙をさ、まあ、あの入稿するんだけど、うん、あの途中原稿がスポッと抜けて <laughs> <laughs> 自然にカットアップになってたんだよそうだね <laughs> あのこう読めない原稿のさ あのトップ悪魔の字って言われてたあのそのさっき言ってた、うん、あの三沢レンさんもうさ最初どうやってもこう読めないから要所要所開けてさそれをもう一回送って埋めてもらうんだけど <laughs> そのね埋めてもらった原稿をあの入れなきゃいけないのにもともと穴開きのやつをね やっっちゃって、実際の雑誌にそうなっっちゃったわけ。<ー> <laughs> そうするとさ三沢知ンさんだからさ<ー>これってもしかして暗号なんじゃないかってみんな思っちゃってすごいあの謝ったけどあっちは三沢知ンさんはすごい笑ってた<ー>、うん、みんなにこれあ何の暗号だって言われたって言ってて<ー>、うん、そういうとこあ,あるよね。<ー>うん、カットアップっていうのはあと日本だと、うん、俺思うんだけどさ、えー、寺山修司って、うん 最初短歌から始まるんだけど、うん、その代わりあの人っていろんな人の短歌のいいところをパズル的に合わせて作っちゃってたのねああそれですごい非難を受けてああいわゆるこう何ていうのかなパクリだみたいなあ,あ,あと短歌はパズルじゃないとかね非難55だったんだけどああ俺当然だと思うんだよね5757しかないんだからさああああで断然テレーム主治の作った だからもう実はあの辺りからそういうカットアップ的な、うん、カットアップとはまあちょっと違うけどさちゃんと読めるんだけどねあっちも、うん、そういうのはなんか日本にもちゃんとあったと思うね寺山修司に。あなんかでもそこつながってるかもしれない、ねうん、サンプリングっていうのも実はあのー、彼がやったと思うしね寺、うん、山修司実はそういう点で早かったやっぱ。うん、うん 文学でやっぱりただやっぱりさカットアップはさあまあもちろんね、うん、まあだからそれはさたまたまやっちゃったりできちゃったりする場合もあると思うんだけど、うん、ただまあやっぱりそのなんていうのかなあの一つのねあ例えばカットアップっていう名前をつけてこういうやり方でその作品を作,作りますって作りましたとかっていうことをはっきり 宣言してるわけじゃない要するにさっき言ったそのやっぱブライオン・外信という人と出会ってあの海外の手法としてはコラージュっていうのがあるんだから分泌の,、ね、あの手法としても同じようなことをあたまたまなんとなくやるんじゃなくてこれはカットアップですっていうそのやり方を作ったわけじゃないですか。うん 俺もだから意識的にそういうようなことをやろうと思ってたっていうのは俺の一番最初文学っていうものを目開かせてくれたのは吉行淳之介なんだけど吉行淳之介の「夕暮れまで」っていうあのベストセラーになった小説はこうね一,生ご一生ごとなんかちょっと違う雰囲気っていうかよく分かんないのに一生ごとつながってないよねつながってないんだけど彼が言うには上から見たら。 一つのあれが見えるんだっていうだから俺もそういうことをなんつかあの実際にそういう雑誌とかにはまだ出してないけどそういうような書き方はしてるんだよね。うん、やっぱ俺たちの場合コラージュ文化っていうのはサンプリングとかコラージュっていうのは、うん、やっぱ90年代本当に顕著っていうかさ。ああ 南米のさガルシア・マルケスだってなんとなくそんな感じするじゃないな、ねうん。なと、あのーまあ、あるエピソードあらゆるエピソードをコラージュというか本当にもうシャッフルして、まああのー、並べていくけどその並,並べ方の絶妙なバランスとかあとボルヘスね,えそうねボルヘスの短編だけど、うん、あの人のやっぱりあの一番有名なバベルの図書館、うん、バベルの図書館。 っていうのがものの見事になんかサンプリングみたいな感じでさずっとっと繋ががてるっていうかいろんなもの,があのガルシア・マルケスの,そのシナリオ教室みたいなのが本になってて、うん、で映画のシナリオの書き方みたいなの,をなんかその、えー、と講座それをそのまま本にしてるんですけど、うん、物語をどうやって作るかっていうのに、うん、やっぱりそういういろん,んなエピソードをシャッフルしてそうやってそのまあ 弁証法的にあの物語を、うん、作っていいくみたなのもう集団でそれをやって学生たちとやってみたりとかして、うん、ああなるほどこうやってやって作っていくんだなと思って、うん、そ,うそうすると「100年の孤独」が書けるのかみたいな感じなんですよね、うん、まあなんかそういう種明かしとかできる本なんで結構勉強になったんですけど何、うん、かだから、あのーえー、とパルプフィクション、えー、だパルプフィクションなんかはやっぱあれは時間軸をこう あれして結構しゃっくりしてるわけじゃん場面場面面を、うん、あ,あいうのはポ,ポップな,なんかそういうカットアップ法っていうかね、うん、そう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 だ、うん、やっぱりそれに名前をつけてみんながそれを利用しやすくした確かにでもなんか2000年代からあまりコラージュ文化っていうのがあんまり見えなくなってきたねバーストの表紙って大概コラージュだったもんねあとかあとかあと 王様がコラージュやりたっか、ね、俺もコラージュ好きだったからさ、うん、あの意識的にあの頼んでたんだよねうん、うん、コラージュしてくれって確かにうちのアートディレクターの王様は見事なコラージュをやってくれてたから、ねうんうん、パンクといったらコラージュそういう点でやっぱバルーズっていうのはパンクのなんか始祖みたいな感じがするんだよね、うんうん でね、あともう一つちょっとこれも歴史的な事実で、えー、と皆さんに知識としてってことなんだけどニューヨークで1978年にノバコンベンションっていうバローズをあのみんなで褒めたたえるあのお祭りみたいなのがあったんですよ。でまあ有名どころでは例えばフランク・ザッパとかが参加して、えーまあ、だから著書の朗読もあったし。 えー、ディスカッションみたいなのもあったしライブの演奏もあったしみたいなやつで,、うん、でライブの部分とかはなんかあの、えー、とレコードになってるやつもあるんですけどあで、えー、とトークの方ではティモシリアリとかも出てたりもするしパティ・スミスも出てるしだからまあ大体そ,その当時の,あのニューヨークの,あのちょっととんがってるみたいな人たちがバローズと一緒に集まって何かするみたいな。 コンベンンベションがあって、まあ、それは一つそのバローズ再評価の、えー、イベントだったというのがあるので、まあ、ノバコンベンションというのがありますというのはね、まあ、もうちょっと興味ある方はネットで調べると結構情報が出てくるんですけど、うん、だからやっぱティモシー・リアリーがそれに参加してるってことは、うん、やっぱりドラッグっていう90年代ってさあそれは今は、うん、70年代か。78年、うん、何しろやっぱ ドラッグっていう問題はあの西洋アメリカとか西洋ではさすごい日本とは全然違うぐらいにこう浸透しててやっぱりそうなるとバローズってジャンキーのね、うん、ゴッドファーザーだから、うん、それがどん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 90年代も何あのエクスタシー文化があってやっぱそれでも。 まだ生きてたんだよねバルローズって。あ、だから九十七年亡くなるけど、あのじゃあちょっとバローズの再評価の問題だけで言うと、うん、あの今言ったけど、七十八年のノバコンベンションというのがあって、だ、うん、それがそのニューヨークパンクとの接点が明確化するとうん、うん、ころだね。ただニューヨークに住んでたってだけじゃなくて、うんえー、あのその関わってるからね。うん、うん。で後はもっと後になるんですよ。あの千九百八十一年にお父さんが亡くなって。 結局さバローズって結構収入が不安定で、うん、家が金持ちだったからジャンキーで暮らせたみたいなところがあってだから81年お父さん亡くなってからあのサ察に戻っちゃうので、ね、ちょっと引っ込んじゃうんだけど、えー、92年にクローネンバーグの映画ができたのでもう一回90年代ブームがあるわけバローズのね。うんうん、で97年に亡くなってるんだけど、うん、この人あれなんだね本当にずっとお金もらってたんだよね親から。 月万ぐらいもらってうでもあれ,あれみたいで、まあ、親がくれたっていうよりは、うん、あの相続した債券っていうかあ<ー>あなんていうのかなあの株じゃないけどその配当金がもらえるやつそれでジャンキーになってたんだからなやっぱすげえ、ね、まあだから、まあ、そういうところでもでもそれをほら行き切ったから。 あのあだってほら山形さんの本ちょっとあの本も紹介した方がいいのかな、えー、とバローズについて知りたい方はあのこれも役に立つ本ですけどあのいやこ,れこれがバローズ<あ>バローズを知るにはこの本を1冊あればいいから間違いなく <laughs> でバローズってねこういう人ですからねこうスーツ常に着ててさ ビートっていうとなんかぐしゃぐしゃな格好してるように感じるけどこ<れ>、ね、でも怖いんだよね逆にね。怖いよこういうい、ね、これでなんかライフルとかさ、うん、マシンガンとかいろんな銃器いっぱい持ってて、うんうん、怖いよね。よね <laughs> で晩年ナイキのコマーシャルに ああそうだから90年代なんでね<え>そこら辺はだんだ,よ、ねうんうん、だもうみ見た目が面白くな,なっちゃったんだよねだからさそれがなんとなく日本だと吉本龍明とか、うん、田村隆一がパルコのああそう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 出るっていうのと同じなんだ、ね、そうそよそ,うそ,うそ似,似てる,、うんうん、似,てる似てるってううかおそらく似せたんだろうけどさうそ、ん、うん、だからね時代をそえてさずっとこうあの生き残ってきたうん のもすごいいなっていう感じだしまあ、あとさそういうこのカットアップの小説はさあの SF としてもなんか読まれていたから、うん、あの後のサイバーパンクとかうん、うん、あの近未来まあ近未来映画のほら「ブレードランナー」っていうタイトルもさバローズの映像でも、ね、られたりする,、ね、するし、うん、またここにバローズかみたいなさそのさっきの話じゃないけど、ねうん、なんかこう。 街を歩いているとってでもないんだけどそのカルチャー街道を歩いていると、うん、もう至る所に <laughs>、うん、パティ・スミスといってもあまたファローズみたいなさるて昨日アーバンゲルドの松永天馬さんとあの対談したんだけどやっぱ彼は本当にそういう文脈をよく知ってるわけだよね。 この流れがね、例えばバローズからこういったんだとかさビートからこういったんだとか寺山からこういったんだって言うんだけどファンたちはね一切分かんないわけそれがなぜならば分かんないんだってなぜならばネットで調べると、なまあそのうのすごい話面白くて、うん、だからやっぱりインターネットで情報を得る世代になってくると。うんうん だからそれ以前は雑誌だったりするわけじゃん、うん、な,なってくるとその必須の情報っていうのがさ固定されないから時間軸がなくなっちゃうってことね、うん、だから面白いか面白くないかだけになっちゃうから、うん、だから例えば何か面白いものがあってもそれがどこから来たのかをあの分からないし分かろうとしないっていうかね 俺たちはもう絶対これ、やっとかないあの例えばロック,ロックをみんよく知らなきゃいけなかったから俺たちの場合はロックをやるといろんなね、結局ビートに行くしさそうするとあとパンクつたさ,さっき言ったようにバローズってすごい影響を与えてるんだなとかわかるわけで、うんうん、でも、今の子たちってそういういいななな。んかか深掘りしないのかなまあする人もいるけどそうでない人が多いかもしれないね。ね あのほら雑誌僕らやってた頃やっぱほら雑誌のいいところはっていう話で言うとネットと違ってね要するにあの自分が読みたい記事以外のいろんな情報もついでに入ってきちゃうみたいなさだからさインターネットもさ変な話だけどグーグルがグーグルで検索できるようになる前はネットサーフィンの時代っていうのがあってその頃っていうのはあの検索がないから。 もうとにかく一個いいホームページ見つけたらそのホームページを隅から隅まで見てそこから何か手繰り寄せていくしかなかった時代ってあったんだよねまあそういうので僕は身体改造のすごい調べてこう海外でばって行くことになるわけだけどまあそそうそう,そうだから実は雑誌っていうのがまさしくコラージュだったんだよああ雑誌はいろんなものが入っててそれ全体で何とかイメージが決まるっていうのがあったんじゃない。 えとバストだったらさ、うん、身体改造があったり死体があったりさ、まあ、この人のなんか、あのー、自分のセリフポートレートの原稿があったり、うん、あのいろんな、ね、吉田豪さんのなんか漫画のやつがあったりみんなめちゃくちゃに一見思うんだけど、うん、それがもまさしく雑誌の雑であってさ、うん、で最終的に、えー、とそれがスクランブルされて。うん 一冊ののイメージが決まるっていうのかなああだかそういう点では本当にもう実はそういうのはバローズのカットアップとかさ、うん、そういうのは当然俺たちは知らぬ間に影響を受けてるのかもしれない,れないああああまあだからねあのすごい人なんですよ。そうだねなんかさ今日ちょっと昼間なんか辻とね メッセージやり取りした時にツジがバ,ーバローズなんか全然わからんって言うから、うん、ああその時たまたま思いついたんだけどさだからほら例えばさアインシュタインっていう人がいるじゃないアインシュタインの本読んだ人なんてほとんどいないと思うけどみんな名前は知ってるじゃない、うん、その相対性理論作った人で、うん、この人のが現れてそれ以前はニュートン力が物理学が変わってこう宇宙に行ったり行けるようになったとかみたいなさイメージあったりするみたいになんかバローズってなんかバローズの著書を読んだ人 あるいはよ全部読めた人はあの少ないかもしれないけどでも結構みんなよく知ってるしやっぱりこの人の影響であの実はすごく大きく変わっちゃったかもよっていう,うん、うん、やっぱパティ・スミスミななんでしょ、うん、そうするとえなんか読もうと思った詩は何だっけ、はいはい、パティ・スミスの詩も読むあるのルー・リードだってやっぱりすごい影響を受けてると思うよね。 うんうん、よくよく考えたら絶対そう。あとそれからこう今日こもってたのかな、このパッパティスミスあ、ちょっとカメラに見せてあげて表紙、どんな本を持ってきたのこ本ですパティ・スミス完全版という本でアップリンクから出ていますね。私は多分これ20年以上前に買って たんで今もあるかどうかわかんないです。知らないな。え、うん、それは何になってるわけ？ひょう表伝みたいになってるの？いや、もういろいろです。あの、違ったり、カタログみたいに、三文が集めてあるんだ。うん、そうそうそう。何ってわけじゃないですね。いろんなものをコラージされてるんですか。そう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 、ここそ,ね、そうです。うん。で、何読むの？いや、でなんか今日あの読もうと読もう読もうとっていうか。うん すごく、あのー、好きだったのは好きだってというか今日も昼間ちょっと1人で読んでたんですけどルーリードのああこれもなかなか今あんまり売ってないみたいで結構貴重らしいですけどこれすっごく私はこれももう随分大昔に買ったんですけどこれも私すっごく好きですごくあの日本語訳が私すごくこのいい日本語訳だなと思っていてよく。 何を<あ>ケロッピーさんが持ってこいって言うからさまあまあい,いやじゃあちょっとあとであとでちょっと一個読んでもらうけど、はい、まあそうそうそうだからまあルーリードもつながってるし、うんうん、っていう感じなわけですよまあでもさだからやっぱりさまあ僕もさだからバースを作ってる時は別にバローズを意識してさ作ってとる部分なんか全然。 なかったけどただやっぱりねあの特にあのこの「ジェネレーション」作る時にはバーストアップっていうのは何かっていうのをさ、まあ、当事者として考えなきゃいけない部分もあったし、まあ、さっき最初に話したみたいなねあの、えー、この「危ない1号」の前書きにこうキーワードが入ってたみたいにだからやっぱりあの、うん、バローズっていうところに一、まあ、つの、えー、源泉がある。 とちょっと今回もその話をあのちゃんとしておきたかったんであの皆さんもちょっとこの機会にバローズっていう名前を覚えてあこういう人がいたんだなっていうところからちょっと入ってもらえるといいかなと思ってるんですけどねう言わせてたけどウォーホールのファクトリーなんかともやっぱりこうファクトリーの作品なんかもすごいバローズに影響を受けてると思うすごいコラージュ的なもの。 ウォーフォール自体もね、あの、やっぱ。親和性良かったんだよね、バローズと。あ、仲良くしてた。う, <ん S 2> うんうん。まあ、ほら、ファクトリーっていう場所自体。さあ,あ,同じあとさ、ゲイだったっていうのがあるもんね。まあまあまあ。ビート、ビートのさ、<そう S 1> 主要に人物がみんなゲイだったっていうの、なんか面白いよね。あの、もちろん、ギンズバーグ。うん。<と>ね。で、バローズはギンズバーグが好きで、振られるんだよね。<うん S 1> <laughs> ああまあまあそれ話がギンズバングが好きなんだあんなのみたいな確かにねええみたいなバローズってもうちょっとなんか美しい若い子が好きそうに見えるんだけど若ければよかったんですかねギンズバングの方が若いジャニーズ系が好きだったんだってだからバローズは年上だからダメだったんだってまあでもさ死ぬ間際までずっとんかんかいい あの恋人い坊ちゃんをいつもうまくつ捕まえてだって結局そのほらニューヨークのノバコンベンションもさっき言った坊やがやってくれたみたいだしなんか行く先々であのいい男の子を見つけていろいろ世話してもらっちゃってみたいな,感じたいなでもなんかさニューヨーク文化ってさなんかゲイっていうのはやっぱりウォーホールにしても、うんうん、ルーリードだってさ行っときゃゲイだって。 そうです奥さんもいたけれどもんかゲイっていうのはあっち側の文化ではすごい大切なんだろうねまあ多分さキリスト教のベースがあるからそれに対してはっきりとアンチキリストなものがゲイだったじゃないかなと思うけどねだねだそれはんかやっぱプロテストっていうかキリスト教的な束縛に対してのまあはっきりとしたカウンターイギリスなんかさ ホモはさあ、捕まって無署には入っちゃうんだけどね,、うん、ねそうですね第二次世界大戦終わってもかバローズもなんか治療かなんか受けてますよねあれヨーロッパでしたっけいたときに治療ってなんででも薬物治療だよ、結構やってたのはあれ,あ,のあれじゃなかったっけ芸を治療されたされるんじゃなかった芸をどうやって治療するの<あ><俺>多分ね、ちょっと とそれもしかしたらごちゃごちゃになってるかもしれないですよ。もっと最初ですよ。うん、一番最初にそれ戦前ですよ。戦前の若い時に一緒、うんね、にいろいろななろうとしてオーストリアに行ってた時期があるんだけど、うん、それはそう、ついさきさんが言うみたいにその悩んで。 ちょっと悩んでたりもしててなんかあのああ治療の一応なんかプログラム全部受けたみたいですよねああ、うん、でもさ残念ながらバーストにさゲイのあゲイの特集はしたことあるけどバーストに関わってる人ゲイがいなかったよねうんまあれどっかゲイがいなかったああなただけかな何 一緒に何,色何色かだからねあの一緒にあのパケツワレパンツ買いに行ったりしたからねうん <laughs> まあそういうのはちょっとほら日本は同性愛には寛容だからさもともとそう、うん、なんかもうちょっとね芸、うん、だからつって反骨精神を持って頑張らなきゃいけないっていう土壌はあんまり我が国にはないかっう日本ってすごい ゲイに対してはほんと寛容だよねだやっぱキリスト教のベースがないからさだからそこかなり違うと思うんだよねあ<ー>まあ、うんうん、ゲイじゃなくてもだからたしなみとしてあのねあの男の子とやるじゃないですかいわゆる修道っていうか宗教宗だよね、はい、だって、ま、あの団体ってさだからあの新選組とかさそうです、ね、なんかもうみんなゲイみたいな感じじゃないあの塊って。 うん、日本ってなんかあの集団になるとみんなゲイっぽくなるのよ、男, <laughs> 男とのつながりが。あと、ほらホモソーシャルなそうだホモソー,シャルベースが、ねあ,るはい、あるからさ、日本はね。でも実はバーストはホモソーシャルでしたからね、<laughs> これ見てればわかりますけど、ホモソーシャルです <laughs> はい。この人も、ね、あんまり女女してないからさ、<laughs> でも彼女だけがあのちゃんとレズビアンの人たちとかもつながりあったからね。<laughs> うん バスは全然拒否られちゃってねレズビアンの方々たちにはであ,とあとなんかちょっとさ昨日ピースンがね、うん、あの天満さんとのトークで話してたやつであのあいいことちゃんと言ってくれてるなと思ってたのはあのやっぱ90年代カルチャーってさ、うん、女の子 が結構頑張ってたって話があってでそれ実際そうじゃないですか例えばあのバーストも実は4割ぐらいあの女性読者が多あったし実際さ90年代のタトゥーブームは女の子でタトゥーする子が爆発的に増えたっていうのが日本における大きな変化。 そうだよね女の子が入れ墨するってそれの前の人だったら思いつかないっていうか、うん、そんな、ね、結婚できないじゃんみたいな感じどうすんのみたいな感じだったのがわーってみんなやった時期だからそれやっぱり女の子が強くなった部分、ね、いやもう全然あのそれはエロが解放されてきたっていうのもあるし、えーとまあ、男の方が保守的だったよね。 女子,女子がさ入れ墨入れるのを見てさあああ入ってるじゃんね。ねええー、だからその <laughs> だってさあエ,ロエロではさあ通じはその大ある種代表だったわけじゃない、うん。エロモデルはさあ入れ墨だめだったんだよね。 消されてたら知ってたもんね、うんまあ、ほとんどいなかったですね、まあ、い,いても本当にファンデーションで消したりとかなぜかというと見る男たちが入れ墨を吐ていると怖いっていうああああ怖いっていうか,<え>なんかやっぱなんか性的に萎えちゃう萎え,えるんだってね、うん、俺は入れ墨っていうのはすごいセクシャルなもんだっああん,もちろんだから女の子が入っているとはっとしてたからね だからそういういの入ってるなら思いっきり入ってた方がいいみたいなところがあってそうそうはっとしてグーっていうかさ、うん、脱がしてみたらいきなりこう入ってるって、うん、ええー、みたいな思いっきり入ってる方がいいよ、うん、盛り上がっちゃったかな,んかなんかワンポイントはとっちゃやっぱ中途半端なところがあるんじゃないですかでもワンポイントでも脱がしてみたらここら辺に入ってたお尻の子ここら辺に入ってたりするとえまあ確かに場所によるかななんかさだからそれはささっきほらだから海外だと、まあ、あのカウンターカルチャーの時代から だからやっぱそのゲイカルチャーのゲイの人たちの,そのパワーみたいなのがさあ,のさある部分支えてた部分がある話さっきあったじゃんそれに対して日本は女の子がそのサブカルチャーっていうかさカルチャーを結構、作ったなと思う特に,特に90年代だから90年代カルチャーをどうやって特徴付けるかって言った時にあんまりそ,のそれ言われない。 ないってなないみんな忘れちゃってるような気がするけど女の子が結構女の子がさまず最初ボディコン着てあんなあの格好でさ、うん、東京ドームいっぱいにしてやってたりとかさそうなのまあいろいろ段階があるんだけどとにかくそういう感じがでギャルが出てきて、うん、あのヤマンバみたいな人たちが 出てきてさサブカル、まさに牽引しましたね。うん、それで、俺はバーストっていう雑誌は、ーバーストっていうのは、爆裂っていうか、そういう。ね、爆発っていう感じだけど、エックの方が。 エックっていう雑誌の方が俺はね <雑誌 S 1> バストっていう名前にふさわしいと思ってたなっいう時代がありました女の子の方がもう爆裂してるじゃんとか思ってたのあで結構面白いのがだから僕ほら例えばそうだけど身体改造とかので海外といろいろ関係があるじゃない、うん、だからやっぱり海外の人がびっくりするのはだからか日本人のまあ少し激 幼く見えるからだけど日本人の可愛い女の子がタトゥーしたり、うん、それこそ改造したり、うん、あのサスペンションしたりしてるのをバーびっくりするみたいなさなんか海外の人たちが、ね、んあなたにあなたが紹介していきなり女の子たちがみんなス,ピリスプリットタウンとかしちゃってさ、うん、小説が草川賞取ったり、うん、それが映画化されたりしましたね。うん、そうい でもよ今思い出したんだけどさあのエッグの人たちって爆裂してるって本当に爆裂し,してると思わないあのドリフなんかのさドリフなんかのコントでさバーンってなるとさその後モもやもやもやって霧が晴れる煙が晴れると真っ黒な顔で髪もじゃもじゃになってるっていうコント定番だったじゃないなるほどね <laughs> いやついちょっと思い出それを思い出しただけなんです <laughs> すいません。 はいうん、まあまあちょっといろいろ今日話してますけどえまあちょっとえこんな感じでえまあサブカル講座ということでまあ今日ちょっとあのえバローズをテーマにいろいろ話してみた感じなんですけどもまあとにかくですねまあ雑誌メディアが日本のカルチャーを支えてた時代があってまあ僕らもバーストっていうあの媒体でまあそういうねえ形であの90年代のまあ,あと0年代に えの日本のカルチャーにまああのまあ少なからず貢献できた部分もあるんじゃないかなと思ってますし、まあその当事者として引き続き、えー、日本のカルチャーを応援していきたいと思いますという感じですね。えちょっと辻崎さん今日そんなに喋ってないですね。なんかちょっと、はい、今日のテーマに引っ掛けてですか。なんか放送中にちらっとこう頭を今よぎったんですけど、カットアップって言ったら。 異論があったら言ってくださいね織口忍のあの死者の書あれはなんかまさにかそれの先駆けなんじゃないかああ、あとわかんないって言ってんでねわからないし場所がもうなんだかむちゃくちゃになっててだって織口忍は麻薬中毒だしねコカイン中毒じゃんあの人日本のバローズ織口忍で日本のバローズは織口忍だねゲイだしゲイゲイだし ゲいだし麻薬中毒だし。カットアップやってるし。やってる。そうだ、皆さん、折口信夫だ。じゃましね。うん。これ、当たってたかな。当たってた、当たってた。間違いなく。いや、なんか、今日放送中にふっと。見た目もだって、あ、同い年ぐらいじゃないの。うん、かもしれないですね。ちょっと、折口信夫の方が。上かな。上かな。うん。あの、なんか、ルックスもちゃんと。そう、そう。きっちりスーツ着てるみたいな感じですけどもね。だけど、コカイン中毒で。コカイン書いて。 コカイン当時、コカインって、まあ、合法だったようですね薬みたいな感じで処方されたりだからねあの鼻の粘膜あれで、えー、と匂いも何味もみんな分かんなかったらしいからね。うんうん でもねねなんか、ね、もしかしたらそれすごく当たってるし、うん、でもしかしたらつながるかもしれないっていうので、うん、ちょっと僕が知ってる話だと、うん、要するにほらあのモロッコのさタンジールでブライオン・外イと知り合ってカットアップっていう方法にたどり着くわけじゃないだけどブライオン・外イがそがカットアップ始めたもう一つの理由に要するにあの西洋の言,言語をどうすれば呪文のような言葉にできるかっていった時にそのカットアップするとあの言葉を呪文化する っていうことを言っててあっそれ外信,あのあ外信書道もあ日本にも来てるし昔<ー>書道も学んでるのだから結構あの外信がそういうやっぱり、えー、西洋非西洋文化からあの何かを学ぼうとしていてでそこの帰結としてカットアップが出てきた部分もあるからで折口もほらあの 古代の研究をずっとしてたじゃないだからやっぱりこれちょっとまたほら僕縄文とか好きだからそういう話になるけどすごく原初的な言語の形態を考えていくとカットアップ的なものっていうのはある。やっぱ俺たちさ自然と折口忍は読まなきゃいけないと思ってたもんね。あなたは国文学だから。まあ私は慶応の国文学というから慶応の国文学っていったら折口忍一派だからね。 あなたは当然だけど俺たちもなんか自然通り口は読まなきゃいけないなっていう特にしちゃうんでしょうね。で,、はい、で読むんだけどやっぱりあれ誰もわかんないんだって <laughs> <laughs> 俺全然わかんなくてやべえなとか思ってたら丸 <laughs>、うん、やさいでさえわかんないって言ってたからね、うん、呪文化されてるんじゃないですかあ、うん、あだからもしかしたら声出してねうん、うん、読むといいのかもしれないよ。なんかね、 した、した、したっていうところから始まるんだよね。そうです怖いよねね、はい、あれ今度じゃあ、釣崎さんにいつか折口の朗読みたいな。<laughs> あいやいやいや、<laughs> ち,ょちょっと、<laughs> まあまあ、機会があればね。まあ、じゃあちょっと、あの今日はちょっと短くいこうと思ってるんで、ピスケンは何かあるない,ない,ない 今、折口詩の文が出てよかったと思うああそうだね、うん、実はそういう日本ではあれだったんだなと思って、うんうん、ただ、ちょっと,あの、えーとえー、通じにちょっとルー・リードの詩を1個読んでもらってでちょっとその間、1回そのピース犬がチャージして戻ってくるのであと最後ちょっと詩の朗読で締めようかなという感じで。うん もう後でで戻っってていくかなな、ね、はい、ああどどれか読むの決まんんだっけとすちょっともう読うでんじゃう感じで。うん そもそもそのルーリードの詩にそんな甘ったるい質なんて全くないので甘くないですよ全然今日の話辛い辛いのであの奴隷を読んでも多分いけるとは思うんですけどなんかねあんまり前置きする時間ないのでもう一応なんかタイトルがあったらタイトル読んでくださいえっとバスいっぱいの新年 という詩です家族には頼れない友達も頼りにできない始まりにも頼れない終わりにも頼れない知性にも頼れない神にも頼れない頼れるのは一つだけ切り抜けていくにはバスいっぱいの信念がいるいつも最悪のことが起こるのは確かだ殺し屋の動機も当てにできる そいつが誰かを強姦したら間違いなく子供ができちまうそして彼女が中絶すれば中絶反対派が攻め立ててくるのも確かいつも最悪のことが起こるのは確かだ切り抜けていくにはバスいっぱいの信念がいる心の優しさには頼れない心優しい連中がランプの傘や石鹸を作ったから精霊も頼りにできない神もいなければ小籠もいない 解体不動産がない限り、どんな教会も当てにはできない、多くのことが当てにはできない、切り抜けていくには、バスいっぱいの信念がいる、奇跡は全く当てにできない、空気にも頼れない、賢いやつにも頼れない、いないから見つけることもできない、残酷さは当てにできる、音と思考の未熟さも当てにできる、いつも最悪のことが起こるのは確かだ。 切り抜けていくには、バスいっぱいの信念がいる。通じありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ちょっとピスケン。いきますか。 じゃあまさにカットアップし、カットアップ的なしたコラージュ的な詩を読みます。調律の帝国っていう。バンコクの労働者アルチュージャンキーアウトロー職員を。 団結説この場から離脱しバラバラに逃亡せよ闇夜に乗じてこの調律された帝国からこの資本家と官僚とおまわりとサイコとカルトたちに調律された帝国から逃亡せよバンコクの労働者アルチュージャンキー・アウトロー職業我らが帝国へ今夜我らが調律するこの帝国へここにはロマンスの花が狂い咲いている すべての女が女優ならばすべての男は政治家であるすべての女が豚ならばすべての男は詩人なのだ14歳の少女が言うすべての男が詩人なら豚は喜んで噴射の炎に飛び込むでしょう見よ雪の舞うグレンの広場を噴射の炎に飛び込む女たちを 世の地中はことごとく焼き尽くされ、危機として女たちは炎に飛び込み続ける。その姿を粛々と紙に映し取る男たち。14歳のクリトリスは火だるまのマリア像で。美は浴場する。美は浴場する。美はエロスそのものだ。決して美は我らが見つけるものではない。 美は自ら意思を持って我らの誰かに欲情するのだ美、うん、は欲情し発情しメスイのも,もとくその相手にむしゃぶりつく美、うん、に目をつけられたらもはやそいつは虜になるしかない美、うん、は作られるものではない美、うん、は決して人の手で作られるものではない美、うん、は意思を持って突然と現れるのだ、うん、そして美は欲情する 美は欲情する美こそ逃亡奴隷そのものなのだ我ら詩人はそれを言葉で描き伝えねばならない詩人に著作権はないテロリストに発言権がないようだ。若い君には発言権がない我らの帝国は一人一冊のテロリストを擁護する秋葉原で無差別殺人をするくらいなら今こそ麻生を小泉を菅をテロれ 調立の帝国」という長編小説を書き残しミサー・チレンはマンションの8階から飛び降り死んだまだ46歳だった自殺かどうかは分からない彼はリタリン中毒だったからその夜俺の編集部に連載作家の長澤光雄からファックスがありそこにはたった1行長澤の字で私のマンションの部屋は11階ですとだけ書かれてあった長澤も翌年酒で死ぬ レンは調立の帝国でどうしても三島賞が欲しかったし本人は受賞を確信していたいや妄想していた何せ受賞パーティーのホテルまで勝手に予約していたのだからが落選それから致死量以上のリタリンを飲むようになる調立の帝国は三島賞にふさわしかったし何より彼のルックスは三島賞にふさわしかったのだろう しかしかつて長山の王を文芸協会に入れなかった分断はやはり殺人の過去を持つ彼を身内には入れなかった彼は死ぬまで自らの罪をスパイ粛清として決して殺人とは認めなかったが果たして内心はどうだったろう彼はその後さらにリタリーに耽溺し一日に80錠以上を飲んでいたとその愛人から聞いた その後彼は自ら両の小指2本をカッターで切り落とした父親に発見されどうにか失血死を逃れて彼は精神病院のベッドに3ヶ月も縛られたその間にリタリンは抜けただろうが出てきてすぐいや出る日が決まってすぐ8つのクリニックへ愛人を走らせたという「調律の帝国」と自ら呼んだ医療刑務所から彼は逃亡することができなかった外の世界こそが最も過酷な 狂人の調律した帝国だったから。うん、諸君、すべての女が女優ならば、すべての男は政治家である。すべての女が豚ならば、すべての男は詩人なのだ。14歳の少女が言う、すべての男が詩人なら、豚は喜んで噴射の炎に飛び込むでしょう。 家計を望んだ少女と暮らしに血だるまにされた男その雪の道行きは裸足のまま海へ向かう波打ち際雪と足跡は消え火と血は洗い流され抱き合った2人の素肌にペドログリフの文字が浮かび上がる14歳のクリトリスは火だるまのマリア像だやがてその文字も消え肉と骨も水に溶けた後 倫理と理念の向こう側にあるケレンミだけが輪廻転生する。6月1日の衣替えの朝、教団に立つと目の前で一斉に37本の白百合が立ち上がった。やがて74つの眼球から火が吹き、一斉に37本の白百合が燃え上がる。ビア浴場し朝律の帝国が燃え上がる。ビア浴場し発情し 14歳のクリトスは火だるまの女神像となる猫に死はわからないなぜなら猫の存在が死だから女に死はわからないなぜなら女の存在が死だからすべての女の月が満ちればすべての男は極から解放されるだろうバンコクの労働者アルチュージャンキー・アウトロー職員を 団結せずこの場から離脱しバラバラに逃亡せよ闇夜に乗じてこの調律された帝国からこの資本家と官僚とおまわりとサイコとルカルトたちに調律された帝国から逃亡せよバンコクの労働者アルチュージャンキーアウトロー職員我らが帝国へ我らが調律するこの帝国へ美や君へ浴場する美や君へ浴場する いや、美は君へ欲上し、新たな死とエロスを生む。 はい、さきゅう、どうもありがとうございます。ビスケン頑張ったね。<laughs> 聞きノート連チャンだもんね今日ね、えー。今日昼間ゲロを履きましたですね。<laughs> ゲロを履いて <laughs> あ<ん>、えー、それも便所まで行けなかったので<ん>、えー、うちのバケツのですね、あのゴミ箱があるんですが。<laughs> うん その中にたっぷり入っちゃってさそ,れそのままにしてきたんですけど <laughs> 怖いっすよねはいまあなんかちょっと<う>ずっと死んでたんですけどうでもなんか元気そうだか、はい、まったらうもう明日からずっと寝てればいいなと思うとねああじゃあちょっと最後ついさんも戻ってきてもらってあ、はい、あ。明日あるかなあ

えっと、おかげさまでこの間まで、えっと、新宿・歌舞伎町のファーを独特で、えっと、展示をやってましたけどもあの成功に終わりましてで次のイベントは8月22日あ結構すぐじゃない大阪の、えっと、ロフトプラスワンウエストで,です、ね、あの大阪主体ナイトを、えー、開催しますあじゃあぜひね大阪の人、はいね、大阪でもファン多いからね そうですね。はい。まあ、あの、来ていただければいいかなと思います。はい、皆さん、よろしくお願いします。通じはなんか近況はないの。近況はないですね。ない。まあ、でも、元気、元気そうだね。うん。元気なの?。元気ですよ。あの、何やってたのところで、ここ数ヶ月。え?。ここ数ヶ月、何してたの?。なんか、家に、家にいましたけど。家にいた?。うん。なんじゃ、そりゃ。ないよ、ステイホームだからね。 まああのという感じなのでえっ、ー、とまた来月もよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。よろしく。ジャパニーズファックファックまだ続いてます？<laughs>